写真を撮ろうと思いまして、なんかこの風景、インカメになってた。いいですね。はあ、一列やりましたよ。でもね、さっきね、ケイさんに言ったんですけどね、土でね、多分ね、ただれ始めてね。だからね、アレルギー何もないから、多分なんか今反応したんでしょうけど、言ったら女性の方に、濃度アレルギーですかって。労働アレルギー、すげえパンチあるなと思って、ちょっと今気に入っています。労働アレルギー。ここ目つぶって歩いてたってことですよね。そうだよ。今なんかここ通った記憶ないなって今思いましたけど、よく考えたら、こことか危ないじゃないですか。俺も一瞬焦った。あ、そっか、ミヤさんが転がっていく。いい体験ですよ。でもなんかもう途中からこれを炊いたらうまい米になると思って、何を付け合わせしようと思い始めました。やるか、ダニだ。そういうことじゃなくて、それだって私が作ったんです、ドンって言って食べんのはあの2人でしょ、いや、運とか言ってない、運じゃないんですよ。私も食べる人になりたい、食べる係になりたい。はい、やった、ごっか、わあ、昨日のあまりいいでしょう。伊達さん、藤田さん、いいでしょう。ふふふ、まあ、果たして本当に食べれるのかな。